拓也です。庄司です。風鈴です。ということで今日はですね。はいはい。車に乗ってるんですよ。はい。車乗ってるのは大体わかりますよね。いつも運転ありがとうございます、はい、本当に。いや、全然いいですよ。今日2月1日ということで。はいはい。何の日かわかりますか ?2 月1日ですか。はい。まあ1月が終わった日ですかね。その通りなんですけどもね。はい。2月1日っていうのはですね。はい。プロ野球。はいはい。キャンプイン。あ、そうですね。確かに。プロ野球キャンプインしました。球春到来ってことですよ。確かにそうだ。ここからね、シーズンに向けて体を作っていく。2月1日はですね、はい、私、庄司の、うん、両親の、はい、ハッピーバースデー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 、すごい、おめでたい。誕生日なんですよ。はい、はい。ということでね、はい、ハッピーバースデー、今日当日なんですよ。はい。で、なんと奇跡的に、うん、ちょっとスケジュールが空いてまして。そうですよ。なかなかないんですけど。はい。我々のスケジュールが空いてることが。はい。奇跡的に空いてましたんで。はい。ちょっと今日は、僕ら実家の方に。いやー、すごい。ちょっと行きたいなと思ってですね。めちゃくちゃいい回じゃないですか。そうなんですけどね。うん、今日本来ね、うん、ちょっと一人で行こうかなと思ったんですよ。はいはい。タケヤもね、ゆっくりしてほしいですし、うんうん、今までね、休みもなく突っ走ってきましたから。はい。一人でちょっと、ね、実家帰って、おめでとうなんつってやろうかなと思ったんですけどね。うんうん、それちょっと実家行ってくるわ、つったら拓也が、うん。俺もちょっと行きたいって言ってくれて。そうですよ。優しいですよ、本当に。だから今僕の実家の方に向かってるんですよ。群馬群馬じゃないんですか、これ。群馬じゃないんですよ、群馬じゃないですか。一人じゃさ、正直人見知りだからさ、はい、話せるかなと思って。親に人見知りしてたらやばいんですけどね。はい、本当に一緒に来ていただけるということでね、はい、ちょっと今から向かってるんですけれども、うちの親と会うのは2回目ですか。2回目ですね。そうですね。前に1回会って、うん、もうあれあったのか、もう3年。いや、もっとじゃないですか。もっと前か。2020年前のグループの一番最初のミュージックビデオ撮影がたまたま僕の実家の近くだったんですよ。確かに確かに。それで親父に連絡して、そしたらちょっと行くわっていう感じで来てくれて。そうそうそう、遅刻してきたんだよね。遅刻じゃない、それ俺が終わる時間がちょっと曖昧だったんで。まあ一瞬ね、ちょっと会いました、ね、10分ぐらい話して、うん、そうで、すごい気さくなお父さんでね、たくさん喋ってくれて、はい、で他のメンバーには、例えばお酒とか、手土産をいただいて、で、僕のことも知ってくださってて、うん、なんかジュース、はい、ジュースいただいて、あと食べ物もいただいたりして。暗くないっていうか。めちゃくちゃ暗いですね。トンネルなんて仕方ないですけど。うん。でも、普段そんな僕の印象的にはあんまり話さない。あ、寡黙な。寡黙というか。お父さんなんです。なんで、あの時は結構頑張った。結構頑張って話してたとは思うんですけど、ね。ほんと最後の最後までずっとお父さんが喋ってるから、もうそろそろ帰ってくださいって俺言ったんですけど。失礼だよ。初対面の人に。初対面の少女のお父さんに、いや、もうそろそろ大丈夫です。帰ってくださいって。言ってましたね。ということで2回目ということで。2回目です。楽しみですね。いや、嬉しいですね。なんかね。背伸びたかな、お父さん。久しぶりに会ったから。伸びないです。4年。実家に。うん。人を連れて行くことはないですよね。あ、本当？今まで初めてかもしれない。うわ、マジ？はい。マジかよ。だから本当にもう、佐々木のぞみか、うん。渡辺か。うん。って感じなんですか？って感じでしたね。連れて行くなら。はい、まあ、石原さとみの可能性もありましたけど。まあ、確かに確かに。はい、でも両方とも今、名前出たら人妻二人ですから。はい。そうですね。はい。今、フリーなの拓也しかいないですね。確かに。その三択。暗くない？実家の、うん。近辺とか、うん、はい。ちょっと実家の家の中は、うん。ちょっと撮影、ちょっとなしでもいいですか？はい、全然いいよ。はい。もう、多分、カメラなんか回ったらお父さんも、より頑張っちゃうから、すげえ気遣って、次の日、熱出ちゃったり、もう二度と来ないでくれって言われるの困るから、全然全然。まあ、いや、でもすごい、めちゃくちゃいい回ですよ。お父さんの誕生日を祝うなんてさ、なかなか。もう実はね、本当は、
誕生日に、うん、親の誕生日を、うん、こうやってしっかりと、うん、お祝いしたことが今までないんですよ。え、じゃあめちゃくちゃ記念の日じゃないですか今日。いやまあなんかそう良くないんですけどね、子供として。でもね、気持ちは分かる。恥ずかしいっていうのもあるじゃん。まあ、恥ずかしい、もう照れくさいっていうのももちろんありますし、うん、でもまあね、いい大人なんで僕たちもね、うん、まあちょっと初めて近いんですよ、はい、お祝いめちゃくちゃいいじゃんことするのが、うん、なので、まあ、喜んでいただけたらいいなと思うし、やっぱりでもいや、いいよ、そんなもういい、そんなもしなくていいよって多分言うと思うんですけどね。言うと思うんですけど、そしたらもう、うるせえって、ね、うるせえってね、言ってやろうかなと思いますよ。いやー、でもいいね。誕生日、当日。そうですね。誕生日当日、大丈夫だったんですか？空いてたんですか？だから連絡したんですよ。なんか、その、例えば、銀座のなんかクラブにお父さん行く予定とかなかったんですか？いや、そんなイケイケの上じゃない。あ、そうなんですか？よかった。はい、なんか、六本木のクラブ行ってくるから、ちょっと今日空いてないとかさ。いやいやいや。そういう感じじゃない。そういう感じじゃない。なんか、誕生日プレゼントこう、渡すとか。プレゼント買いました。ああ、いいじゃないですか。ちょっと、まあ、お酒飲むんでね。ああ、いいね。うん。なんか、病気に、なんか一回、病気っていうか、なんか、検査みたいなのしたらしいんですよ。うん。で、まあ、大丈夫なんですけど、全然。うん。で、よかったわ、つって。うん。お酒飲めなくなるとこだったよって言うぐらいお酒が好きあ、好きなんだね。あ、じゃあ、まあ、やっぱ親父譲りなんですね、今の庄司が。僕もね、毎日飲んでる、ね。ねえ。だから僕は、お酒楽しんで飲んでいただけるように。うん。あ、何すか？バカラの。バカラの。これはロックグラスなんですか、ね、ああ、いいじゃないですか、おしゃれだよね。いいですね。グラスのこの底にね、うん、2023って書いてあるんですよ。うんうん。で、これはどちらなんだ？これはね。そうですよね。あ、でも多分こっちですよね。こっちですよね。でもこの後も二股に分かれるんですよね。これです。まあ、ちゃんとしたやつをね、渡すんで。まあ、いいね。なので、その年のね、2023って入ってるのがいいなと思って。うんうん。まあ、これにさせてもらったんですけど。まあ、喜んでもらえたらすごい嬉しい。え、いつぶりですか？だからコロナ禍にあって、本当に。2020年にコロナになったでしょ？うん。だから、2019年の正月とかなのかな、帰ったのが。ほうほうほう。これはちょっと一回見ていいですか？これは、どこの道？こっちでいいのか。これね、真ん中の道ですね、これ。この道ですね。そんな中、特別な日に一緒に入れるのも嬉しいですし。いやいや、ほんと、たくやの優しさですよ。やっぱりね。あと庄司のバースデーの時にさ、庄司、はい、のお父さんとはメールで連絡を取って、全、ねうん、連絡が来て、はい、で、庄司にサプライズでちょっと、手紙なんかいただけたらなって、こう、メッセージをさせていただいて。で、お父さんが一番最後にさ、バーッと書いてくれた、最後に、カツオでいっぱいやろうなと。一言に僕はすごい感動しましたし、ね、今日、もしかしたら、カツオでいっぱいやる？そのシーンが見れるんじゃないかなと。いや、どうなんですかね。はい。わかんない、ね。思ってますけども。ね。もしかしたらカツオじゃなくて、マグロでいっぱいやってるかもしれないですし。はいはい。で、僕も、せっかく行くなら何かプレゼント。そうなんだよな。今日なんか朝行ってくれたんでしょ？そう、ちょっと買いたいなと思って。いいのに、そんな。で、お父さんの、まあ、年齢も聞いたんで、お父さんにまあ、合うものがいいなと思って、ふわふわのジェラートピケのパジャマを。いやいや、ギャル。何がいいかなってすごくいろいろ悩んで、僕ね、おしゃれなお吸い物セット買いました。へぇー。お吸い物セットがいいかなと思って。いや、本当にいろいろ気遣っていただいて、はい、そしてあとね、なんかそれだけだとちょっと寂しいかなと思って。いやいや、十分じゃないですか。お花もあげたいなと。お花嫌いな人あんまいないじゃないですか。まあね。そうだから、で、庄司ガーベラが好きと。そう、俺ガーベラ好きなんですよ。そうで、ちょうど花屋さん行ったらね、青のガーベラがあったんですよ。青いガーベラで、あ、風鈴カラーだなと思って、で、庄司に LINE して、庄司、はい、ガーベラ好きっつって、で、庄司が、あ、俺ガーベラ好きって来て、
香りが好きです。だったらちょっとこれいいなと思って、青いガーベラのお花を今日は一緒に。うわ、これこっちですよね。多分これこっちですよね。そう。飯でも食いながら、はい、実家着いたら飯でも食べながらね、うん、いろいろちょっとお話しして、うん、また帰りまた回しますか。また回しましょう。どうもね、ちょっと感想なんか、うん、もしかしたらもうすごい号泣してるかもしれないですし、まあね、めちゃくちゃ喧嘩して帰ってきてる可能性もあるし、あります、もう二度と会わねえみたいなね、うん、もしかしたらこの帰りの動画がないかもしれない、ないかもう撮りたくねえっつって、ねね、絶好しましたっつって、ね、そういうこともあるかもしれませんけど、はい、もうちょっとしたらね、あの着きますんで、はい、楽しみ、ね、楽しみです。でもなんか緊張しますよやっぱり。俺緊張するよ、人ん家土足で入るなんて緊張するよな。アメリカじゃないんだよ。え、誰ですか。アメリカ行くわけじゃない。初めて。でもあんまり友達とか来ないんですよね。いや、本当に来ない。実家に。だから今の実家に来た友達はいない、はい。マジかよ。あと、結構汚しちゃうけどいいかな。だから、地元、多分蒲田に住んでたでしょ、うん、蒲田に住んでた時も、うん、あんまり友達来てなかったね。マジで。じゃあ、とりあえず、迷惑かけないように、いやいや、まあ、あの土足で入って、あの一番初めあの冷蔵庫開けるところからスタートします。最悪だ。この動画が楽しいなと思った方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして通知の方もぜひオンにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。コメントもくださいね。はい、お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。以上、フーリーでした。お吸い物セットの中に赤の、あ、青のガーベラ入れてお父さん今日飲ませたいな。いやいや、殺す機会。全部混ぜちゃいたいな。殺す機会。いや、ありがとうございます。はい、本当に。全然全然。すいません。